どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。ちょっとね、速報ということで、JAL、ANA がね、今回新型コロナウイルスで、まあ、今までね、スカイコインとかね、マイルとかの延長等々ね、今まで行ってたわけなんですけども、本日、4月の24日にね、更新された情報で、1年間ね、丸々ステータスをね、延長しますっていうのがね、ANA も、JAL もね、2つともの航空会社で、発表がありました。まあ、公式サイトね、見たいという方は概要欄に貼っておりますので、まあ、そちらね、確認していただければなと思うわけなんですけども、いやー、ちょっとね、今までこのステータスの延長っていうのは発表されてなくてですね、まあ、どうなるんだっていう話がね、結構あったみたいで、ANA のね、公式サイトにも、書かれているんですけども、かなりね、お問い合わせ等々もね、あったみたいなんですよね。うん、まあこのもともとね、ステータス、航空会社のステータスっていうものが、まあ、スーパーフライヤーズカードはね、まあ、別としても、このブロンズ、プラチナ、ダイヤモンドっていうこのサービスは、まあ、1年間しかね、まあ、有効期限がないので、まあそう、まあまあ最大もうちょっと伸ばせるっていうやり方ももちろんあるんですけども、本来ね1年間っていう風になってるんで、やはりね、その大半がね、どんどん利用できないってなると、やはり本来利用できるものはね、利用できないということで、まあ保有、ステータスをね、保有されている方はね、やっぱり気になってた部分ではあるんじゃないかなと思うんですよね。ということで、今日ね、発表があったということですんで、まあ本来1年間っていうものが、2年間に延長されたということで、まあ今現時点はね、まあ全く利用することができませんけども、1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後、まあちょっと完全に収束して、海外路線とかね、乗れるのはいつになるかちょっとわからないですけども、まあ、収束したらね、ぜひまたバンバン飛行機乗っていきたいですよね。で、今回のこの発表に対して、この私たちが何かするっていうことは、基本的にはなさそうなんで、自動的にね、まあ、ステータスはまあ切り替わる、まあ、そのまま延長はね、切り替わるっていうことですんで、まあ保有されている方はね、安心して、利用していただければなと思いますので、まあ、特に、やることはございませんということなんで、 JAL、ANA ね、ともに、ステータス延長はね、1年間来ましたので、まあ、今回速報でね、動画撮らせていただきました。いや、ありがたい限りですね。本当に航空会社本当に大変だと思いますので、この発表ね、出るのがまあいつだっていうふうにね、言われてた部分もあるんですけども、でもね、やっぱりちゃんとこういうふうにね、発表してくれたんでね、とてもありがたいですよね。本当に早くね、収束を願って、またね、飛行機に乗れるように、ね、なってほしいですね。まあ、今回の動画はね、これ速報ということで、まあ、一応ね、動画のコミュニティ欄でね、つぶやかしていただいたんですけども、ちょっとね、それで伝わってなかったらあんまり意味がないなと思ってね、今回動画を撮らせていただきました。ということですんで、ANA、JAL、まあ、共にね、ステータスは丸々1年間ね、延長されますんで、安心して、新型コロナウイルスがね、収束したら、まあ、利用していただければなと思います。今回の動画はね、この感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。